はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。デウスエクスというゲームを今回からやっていきたいと思います。はい、このゲームは、プレイステーション3用ソフトの、スクエアエニックスさんが、出しておりますゲームでございます。このゲームはステルスアクションのゲームでして、まあ隠れながら進むっていうやつですね。で、ですが、俺は、他のステルスアクションでね、有名な、はい、他の会社のソフト言うのもあれなんですが、まあ、他のステルスアクションで有名な、メタルギアソリッドが大好きでございまして、で、その、ステルスアクション、メタルギアのステルスアクションが、どれだけ、通用するのか、好きなんで、どれだけそのメタルギアで培った技術が、このデウスエクスで通用するのかということでね、やっていきたいと思いますね。はい、スクエアエニックスなんでね、結構ちょっと期待しちゃいますよでですね、主人公がなんか野球で有名なね、メジャーリーガーの方に似てるっていうね結構有名なんですねはい、そういう主人公がその人に似てるっていうことで有名なゲームでございます。はい、ではちょっとパッケージの裏でも読ませていただきます。ちょっと前置き長くなっちゃいますけど、はい、人類の未来が委ねられたのは人の手か神の手か、2027年偉大なる革新の、年、そして混沌と陰謀の幕が開けた年、バイオテクノロジー企業 サリフインダーストリーへの襲撃事件で瀕死の重傷を負い、オーグメンテーションによって一命を取り留めた主人公アダム・ジョセンは、全ての発端となった事件の謎を追う近未来の都市を舞台に、人体拡張技術オーグメンテーションをめぐる人類の未来を託された男の孤独な戦いが描かれているということで、このゲームはですね、主人公、機械人間ですね。機械人間、まあライデーンっていう感じです。はい、ではスタートしていきましょうはい、ということで、ちょっとオプションいじらせてください。ちょっとほんと前置き長くなっちゃいますね。目サイド目ちょっと明るさかなり上げなきゃダメですね。このくらいですね。で、字幕はオンにしましょう。で、音声はですね、音量、ボイス、効果音、BGM ないんですね。操作方法は、見ないでいきましょう。ゲームプレイ。おっと、こういう風なのもあるんだね。アシストオンと、振動オン。じゃあ、全部オン。はい。チュートリアルはしなくていいです。では、ニューゲーム。アクション重視、ストーリー重視。何これ。あ、つまり簡単にストーリーは簡単に進めてれて、アクション重視はまあそれなりにゲーム的にも充実感あるよって感じ。デウスエクスマックスマスターはすごいよっていうやつなんでしょうね。はい、では普通にノーマルでいきたいと思います。アクション重視。すいませんね、ちょっと全然口が回ってないですね。すごい、本当に機械の体なんですね。いや、機械の体になったら絶対かゆいとことかなくなりそうですよね軽いとことか、かゆいというか、まあなんつうんだろうね、痛いっていうのもないだろうしね。でも痛覚とかあんのかな、どうなんでしょうおっと、これはなんでしょう、ガーゴイルかな。準備は整ったか。もっと自慢。もう少しです。要するにまだということか。です。モントリオールに連絡しました。高層衛星はいつでも使える状態です。あと数週間辛抱すれば、民衆は我々の存在を思い出すでしょう。女の人の声か男の人の声か分かんないですね。彼らの材料も握ってます。指示通りに動きますよ。国民投票を待つべきでは。これ以上は待てません。あ、いろんな人の意見を聞いてる。会議が開催されます。しかし委員の心境には変化が見られます。私が思うにもっと時間があれば。ダメだ。チェンジャー使って。もしこの発見が公になれば、我々がサリフに追い込まれるだろう。サリフがそう望んだとしても、一晩で世界が変わることはないでしょう。それに。バイオチップは完成しない限り動けません。完成間近と聞いていたけど、
正確な神経接続部を見つけるのは予測より困難だったのだ。だが皮肉にもサリフのおかげで探すべき場所が分かった。今夜ワシントンでは議事堂前に大勢の人々が詰めかけています。彼らの多くは人体拡張への厳しい規制を連邦議会に求めています。これに対し生物科学の専門家であるデビッド・サリフ氏は自社の研究チームが画期的な人体拡張の方法を発見したと発表。画期的。サリフ社の研究チームが出席する公聴会は明日ですが、今夜の状況が気になります。以上、生中継でエリザ・カッサンがお伝えしました。少佐、失礼ながら飛行場の警護に関して不明な点が2つほどあります。はい、いえ、ターミナルは通りません。無防備すぎます。はい、ご理解感謝します。お疲れ様です。まぬけ。何、悪口さえ。何かあったの？はあ、何でもない。ドクターリード、そのネックレスをつけたままではいつか壊れますよ。大丈夫、前も自分の研究を守れたろ。違うわ、あれはただの理論よ。でもこの発見は大きいわ。ケプラーやロゼッタストーン並みよ。何が不安なんだ？発見の経緯を聞かれるわ。ミーガン、そろそろ出発を。アダム、ここにいたのか。どうした、はい、ボス。ああ、出発前にワシントンでの警護プランを確認したい。ミーガン、そっちはどうだ？ええ、デビッド、データの再確認中よ。よし、急いでくれ。政府に雇われた知ったかぶり連中の目を覚ますにはワシントンに行く必要があるからな。もううんざりだわ。行きましょう、そこまで送るわ。お、あ、FPS なんですね、これ。初めて知った。ああ、すごい。ああ、なるほどね。あ、FPS なんです。早くしないと。お、写真がある。スポーツだって。257。ちょっとよく見えないですね。何のスポーツか。うん、わかんない。あう、あ、あうじ、あう。あ、しよう。患者 X？ 患者 X。なんでもないわ。ただの、研究よ。さ、もう出発しないと。被験体、被験体 E5。 何もないですね。行きましょう、早く。あ、ちょっと待ってくださいね。もう何これ、セーブかな。コンピューターをロックする癖をつけた方がいいな。あ、分かってるわ。フランクにも注意されたの。ちょっとメールを読まないでよ。あ、なるほど、人のか。あ、こうやって読むんだ。別に読んでる暇ないんで。パソコンですね。ねえ、アダム。はい。イライラさせないで。お、何の写真？これはいつの写真だ？大学院よ。うん。あなたに会う前で。金持ち連中と仲良くしていた頃か。ダローは君をまだ覚えているか。スマホが。覚えてないわよ。すごい、もうスマホは使用。行かないの？お。すぐに行く。え、何これ？タブレット？違うよね。すごい、こんなペラペラな。電話だ。相手を待たせるのは女の方だと思ってたわ。ごめんなさいね、ちょっと操作なんですよ。操作方法をね、しながらいろいろ調べるっていうあれなんですよ。では行きましょうか。何もなさそうなんで。お、何これ、データロー。おー、腕か。こんにちは。お、すげえ、動かせる。このラボに入るには許可が必要です。さっきの話は何だ、経緯に問題が。すげえ。何でもない、ちょっと不安になってただけ。すごい、ラボだね、本当に。何か隠してないか。ここやサリフのことでだ。ミーガン、待ってて。まだ人工流動細胞に生化学的な変動が続いているのに。でもペドットクラスターに起因する神経ペプチドの上昇が測定を妨害したのかもしれない。そうだ、もう一度確認する。何の話ですか？あなたは自分のボスが信用できないっていうの？もう分かってるはずよ。エリック、もしかして私を避けてる？そんなつもりはありません。
デブラの数値が下がった理由は分かってます。ペプチドが多すぎた。抑制物質の結合後に見られたグリア細胞がそれが原因である可能性があります。日本語で喋ってくださ い、 ターがあれば。あなたの理論を証明できる正確な数値が出る。レビットに相談しておくわ。あ、なるほどね。エンジンダストリーに注文したらまたカプチーノマシンが届きますよ。なんでカプチーノマシンって。アダム考えすぎよ。あ、これは正しい仕事だわ。人類が肉体の限界を超えられるようになるのよ。おすごい。そう、月光かな。ただ依頼のほとんどは国防省が。他のことは言わなくていい。学校や病院、建築現場でも応用できる。お、気をつけてエディ。その箱はあなたの月給より。エディしっかりしなさい。準備はできた。ワシントンで。はって笑われた。鼻で笑われた。ああ、ドクターリード、こちらがオニール将軍です。将軍だって。この人すごいんだね。ええ、セブチェンコのおかげですが。申し上げた通り、ご覧のようにタイフーンは改良した戦闘用シャーシを使用します。デザインが見直されたのは小型航空に効率的な推進力を与えるための変更です。反動の問題はどうだ。可動式ブリーダーを。すげえロボットだよ。さあご覧あれ、始めろ始めろ。うわ、爆発物。素晴らしい。完成はいつだ。私はここで失礼します。あとはセブチェンコが説明を。ぜひと。兵器でも作ってんの。なるほど、学校で役に立ちそうだな。分かってないわね。軍がいないと借金だらけになる、はい、でも思考や反応を早める神経系のオーグメンテーションは生命を進化させるのよ。生活が変わるわ。いつもデビットが言っているようにね。オーグメンテーションはあります。いい人よ。それは認めて。いつか言うよ。あなただって嫌いじゃない。俺は誰でも嫌い。もうダメかな。俺ダメかもしれない。さっきのダメ、さっきのなしでお願いしますね。こんにちは。どこまで行くんだ。ダイアンのオフィスよ。ダイアン、キューブリックの参謀。いろんな人の名前出てくるね、これね。わかんないですよ。いつも鉢植えを倒してばかり。あの花瓶も壊されたか。場所を変えたわ。庭にフェンスも建てたの。あなたはいつかやってくれるって言ってたけど。ああ、時間がなくてな、悪かった。わあ、すげえ。いろいろな意味でね。ああ、未来なのかな。アダム、実は話したかったことが。何でしょうか。死亡フラグかな。こんばんは。おっと、邪魔フラグでした。さて、旅立つ準備はできたかな。マリ君、急がないと。アダム、ヘリポートで会いましょう。ああ、了解だ。よくも邪魔を。ジェン、僕はまずいところに来たかな。ファイアウォールは直ったか。全体を直すことはないよ。穴を見つけて塞ぐだけさ。もう済んだのか。ああ、もちろん。どうやったかって。いや、失礼、忘れてた。元刑事には理解不能だろうな。元スワットだ。 あまり見くびるなよ。お前もサリフに呼ばれたのか。アシーナさん、研究チームの科学者に移植された GPL の追跡方法を知りたいらしい。ワシントンでの君の警護プランが失敗した時に備えてね。バカ言うな。二人ともよく来てくれたわね。彼が待ってるわ。入りなさい。これが最新の暗号化 GPL 追跡装置だ。あ、後ろ見えない。どんな手でも構わん。なんとかしてヒューダローをワシントンまで連れてくるんだ。急がせるのは無理だ。ノーベル賞の受賞者だぞ。彼は議員たちに好かれた。彼がいれば超音階も簡単に回る。だ、明日は重要な日なんだ。人員の配置は。ああ、警察の案内で。俺が護衛みたいです。その後は連邦保護局が引き継ぐ。いいだろう。 SP ってやつ。ミーガンの様子はどう。ナーバスだな。ああ、研究の成果を見せるだけでいいんだ。彼女から聞いたか。科学にはどうも興味がない。大したものだな。あの純粋主義者たちは我々が自然の秩序を乱していると非難している。ミーガンの研究成果によって我々の遺伝子に眠る大いなる可能性を解き放てるというのにな。はい、ヒューダローのやり方よりも安全で簡単にな。はい、お、環境上の機能不全発生、第6区のラボです。俺の出番だ。ラボのチーフは報告をしてください。面倒が起こるのはごめんだ。特に今夜私のエレベーターで迎え。番号は分かるか。0451だ。0451だ。状況報告を。了解。0451。マシン、あの警報を止めさせろ。分かりました。
警報は止めたが、デンジャーなのは変わりないと。エマージェンシー、違うな。まずいや。0451、ここに行けばいいのか。急げアダム、暗証番号は0451だ。しよう。0、あ、おしゃ、あ、四角ですか。はい、では行こう。緊急事態だ。俺が向かおう。ちょっと攻撃方法がプレシャー分かんないです。ミーガンはどこだ。報告は GPL の位置情報によると、はい、彼女はマイクロケミストリーラボの中だ。走っているようだ。走っている。クソ、設備の故障があったんだろう。映像はないのか。試してるが監視カメラが全く反応しない。どこからか妨害されてるに違いない。原因を見つけてくれ、ジャセ。急ぐんだ。お、プリシャード、どうした。声も聞けなくなった。自販機だ。お、忘れない。長押し。チュートリアルを見なくていい。まずは自由に歩き回れなければ何もできません。はい、まず最初はしゃがむ動作を覚えましょう。オッケー。俺は体感で覚えるタイプなんです。あ、エイムは L3 なんですね。あ、L3、R3 なんですね。で、L3 がしゃがむなんですね。了解です。走るとかは。お、なるほど。よいしょ。L2 で走る。了解です。L2 押しっぱで走ると。押しっぱじゃなくていいんですね。まっすぐしながらだと進む。OK、R1 で10。リロードは四角かな。 OK。 丸はなし。バツでジャンプ。ほう、 OK。 なんか短い気がします。うわー、爆発してる。あー、今思ったんですけど死体がいっぱいありますね。お、今助けるぞ。あー、爆発してる。お、誰、わっしょーい、逃げろお前。ああ、さあ、よくもやってくれたな。てかそんなことやってる場合じゃないです。あいつどこ行った。逃げた。オブジェクトの移動、ちょっとこれ見ましょうか。三角、周囲には拾い上げて動かせるものがあります。お、すごい。あ、そういうこと、了解です。おお、ほい。おお、すげえ。待って、四角でいい。四角が使うとか何かを使用するとかそういう部分なんでしょうかね。すごい。やっと。他は何でしょう。三角と丸は分かんない。お、あ、武器しまうんだ。三角で武器しまいますね。丸は何だろう。丸はまだ分かんない。グレネードかな。まだいない。ちょっと撃ってみたいな。ジャンキー、意味ないです。はい、何かないかな。とりあえず進みましょうか。進んでから戦闘、大体わかります。 R1 ですね。しゃがみながら行く。いる？いない。もうちょっと早くなんない？ちょうどいいか。FPS だけはちょっと苦手なんでね、あまり下手かもしれませんが。どこだ。お、いた。ちょっと待て、バレてない。一発で狙うぞ。やっとしゃ、やっとしゃ、ナイス。ちょっと待て、意外と強いな相手。回復しない。うっそ、マジで、マジで、まるで。あ、大丈夫だ。時間が経てば回復します。いる、どこにいる。いるか。 OK、 見えてる。あれ、こうか。 OK。あの、リロードの時俺動いちゃうんですよね。本当はダメだでしょ。コンピューターと戦う時はリロードの時はしゃがんでた方がいいんですけどね。なんか動いちゃうんです。なんかないかな。四角で持てる、持てない。これ、こういうの、あ、動かないんだ。動けば面白かったな。バリーンとか行けば面白かったんですけど、まあ重くなるんでしょうね。はい、ということで行きましょう。近くで、こっちにもいね。誰かいるかな。あー、生きてる人いなさそうだな。よっ、待ってろ。
そ開かないかな、もう開く。もう拒否反応でした。でも残弾ないから撃ちますくれ。あ、エイムできんの。あ、くそ、出てこいよ。 OK 走る走る。グレネードとか。あっ、ちょっと待って、危ない。あー、でも回復が遅いですね。もう倒した。オッケー。弾はまだいらないか。まだ残弾が出てないんで、その辺は大丈夫でしょう。進んでいくぞ。こっちに。あんま動いてます。ああ。あ、逃げてた。上に行ったよ。こっちか。危ないですわ。あっ、ストレス。おお、マジかよ。なんで今開くんだ。来た。ほら、しゃがめばいい感じ。あ、くそ、当たれ。くそ、リロード。危ない。オッケー、じゃない。あ、くそ、下手くそだ、ほんと。こっちから狙いから。いる？どこにいる？しゃがみ撃ち。くそくそくそ、危ない危ない。ちょっと危ない危ない。やばいな。動いた方がいいかな。あ、ばばば。しゃがもうしゃがもう。こっちから狙えないから。あ、くそ、バレてるよ。危ない危ない。絶対バレてるよ。あんまり動きたくないな。回復まだかな。よし、ゆっくりと回復していく。おいでおいで、動くな。よし、あといいかな。いやー、これはちょっと厳しいな。これ FPS やばいんですよね。すごく苦手なんですよね。大丈夫か。モテる。ん？え？なんだ。あ、モテる。なんだよこれ。あげる。あ、動くな。モテるやつは動くんだ。おい。投げれないから。あ、投げれる。すごい。色々します。あ、お前も投げれる。あ、こっち来る。お、すごい。連れていける。しゃがんでいく必要ないですよ。よし、行こう。飛んでいこう。お、誰だ。うーわっしょー。あー、腕が機械になってる。真っ赤だ。なにこれ。お、あ、手術中。なるほど、まだ生身だったわけだ。ああ、いいですね、この始まり。ガラスの厚さは。すげえ、これで生き返るんだ。しっかりしろ、アダム、耐えるんだ。すげえ、セリフさんがやってるんだ。ああ、もう時間か。ウェイ。ちょっと嫌なの見たら。
リアルすぎるだろ。どうしようもない。ああちょっと飛ばしたくないな。 ERCC-1 グラフトの挿入準備を。これ終わったらですね、一旦そこで切りたいと思います。すげえピッカピカだ。落ち着いて。落ち着け。彼には不要だ。サイバーアームプロテーゼはどうだ。サイバーアームプロテーゼって何。愛してるわ。これ以上命を失うわけにはいかん。うわ腕がない。あ、すげえなこれ。彼なら耐えられる。素晴らしい。素晴らしい。こうやって機械に成功したようですね。何だって。ヒューマンレボリューション。はい、ということで、パート1は、これで終わりにしたいと思います。なかなか面白そうですね。ですが FPS ちょっと苦手なんで、ちょっとね手こずっちゃうかもしれませんが、これから頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回を楽しみにと言いたかったんですが、なぜかまだ続いちゃうというね。切れないですね。止まれないかな。スタートボタン押したくないんですが、怖いですね。スキップしたくないんですよね。ストップしないかな。あーなるほど、こうやって目の周りがこういう風についちゃった。うわーかっこいい。シュタッてシュガって。はい、ということで。はい。よし。で、これでスタート。よし。では、一旦切りだ、き、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では、次回、お楽しみに。さようなら。